麻布大学附属高等学校は神奈川県相模原市中央区淵野部一丁目に所在する私立高等学校。麻布大学の附属学校である。2014年4月より校名を麻布大学附属淵野部高等学校から麻布大学附属高等学校に変更した。それに伴い効果も新たなものを制定した。2014年特進クラス、進学クラスを設置。 体育系コースの募集を停止した。2019年に S 特ク,クラスを新たに設置、3クラス制となった。サッカー部は2004年に全国高校サッカー初出場、そして2年連続出場を果たし、2008年にはインターハイに出場し2回戦まで勝ち残った。また2006年には馬術部がインターハイの団体戦で優勝した。 また演劇部が2000年から3年連続全国大会出場2004年から4年連続関東大会出場し2006年と2007年の関東大会では優秀賞を受賞した2008年に行われる第1回数学選手権に出場する2010年吹奏楽部が関東大会に出場している2013年自然科学部が 神奈川県公文連連名賞を受賞。2014年高校生バイオコンテスト優勝。2014年倍を、ものづくりコンテスト2014優勝をしている。2015年馬術部、陸上部が全国大会に出場。演劇部も関東大会に出場。2016年公式野球部が周期大会において公明変更後発となる県大会出場。 2017年第99回全国高校野球選手権神奈川大会の開会式で首相の藤崎大地が初めて選手宣誓を果たす。ありがとうございます。